明日のねショールームの、あの予定について今ちかなちゃんにね相談し始めてたんですけどなんか握手会が明日あって、握手会だからちょっといつもと違う予定を組まないといけないし、いつもより効率があまりいいものができないと思うんですけど、でもできるだけいい効率がいい配信予定を組もうかなって、組もうかなっていうか組んでもらいたいなっていう、そう、力様の力を借りて組んでもらいたいなと思ったんですけど、それで今ちかなちゃんに相談してて、私明日4部なんです。握手会4部で参加させていただくんですけど、そのちかなちゃんが来たそう、なんかねさっきまで LINE しててちかなちゃんごめんね、ごめんちかなちゃん、はるかのルームにようこそ。ちょっといつも本当にお世話になっております。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。4部だっていうことは分かってたんですけど、その4部が何時に終わるのかっていうのが分かんなくて、その4部以降から9時までできる、その4部以降の時間から9時までの時間でできる時間でやると思ってたんですけど、でもその4部が何時に終わるのかっていうのが分かんなくて、4部が15時から17時まで、15時半から17時まで、なんとかなんとか4部みたいな、何部、なんとかなんとか、なんとかなんとかみたいな、そう、そういうのね、そのいろんなページ開いてもそれだったんですよ。はるかも一応ちゃんと調べたんですけど調べたんですけど、そう、頼らせていただきたいと思います。本当にねこのご恩はどこかで返すので、それじゃそのちょっと伝わらないよすみません。いやもうなんかこればかりはちかなちゃんにも何も言えないですね。ショールームの話になるとね、すごい、17時半から組むってありがとう感動、またありがとうございます。バイビーって、ねえちかなちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、本当にバイバイ。もう優しい、もうこういうところが大好きなんです。なんかもうね頼れる、ちょっとその、いや頼れるっていうのは、そうこういうそのショールームは本当に頭使うから、ショールームはちょっとびっくりしたんですけどね、普段のそうなんかダンスとか、ダンス得意だしちかなちゃん、そうなんかアイドルをしている上でのそのメンバー内の結構ね頼れるお姉ちゃん、ご飯作れるし、はるかー、はるか、朝ではないですねもうね目がパッチリになりました、元気です。今起きたのちかな先生頭いい説、ねねって言われた、何時までできるんだっけ、ね、21時です、はい、ちかな先生21時までなんです。
寮失礼しましたって、ちかなちゃんありがとう。本当に難しくてちょっと難しいんですけどね、本当に感謝です。ガジハルルン完了ありがとう。ちかな様俺誕生日こんにちは、かわいい、ありがとうございます。もうそう、ちかなちゃんにこのご恩を絶対に返すって決めました。そう、もう本当にいつも助けてもらってるなと思います。週末おめでとうございます、ありがとうございます。そう、あ、そうじゃん、そう、昨日なんか選抜のお話を仕掛けてた、仕掛けてたらタイミングがタイミングがじゃなくてそう、私昨日ね選抜ありがとうございますっていうお話をしてたところでね、ゆかさんが見に来てくださってて、そう、そうなんです。申し込んだ、ありがとうございます。そう、あの時ちょっと昨日ね話してたんですけど、あんまり私のね話したいことがいろいろごちゃごちゃしてて、結局何が言いたかったんだろうって感じだったんですけど、あ、でもそう、覚悟、アイドルとしてこれから活動していくっていう覚悟が強くなったなって思って、やっぱりいろんなね、ここに入るのもオーディションに受かった、やったー、わーいって感じで入っただけじゃないから、いろんなやっぱりアイドルの道っていう道を選んだわけだから、犠牲にするものもあるじゃないですか。だからこれからやっぱり実力をつけていって、そう、これからもっと大変なことが待ってると思うので、めげずに頑張りたいと思います。この世界に入ったからには結果を残して行きたいなと思ってるので、そのだってちょっと自分でも なんで私が入ったのかっていうのを聞かれると分かんないんですけど、でも今回いただいたチャンスをものにできるように、初めてなんです、その NGT 全体で選抜を選ぶっていう、初めてっていうか、その研究生にもすごい可能性があった機会というか、そうなので、
私はあの多分ダンスは得意じゃないんですけど、得意じゃないし今の時点で得意じゃないし、本番まであと1ヶ月ないから、その1ヶ月弱でバキバキにもう先輩と同じくらいまでなれるかって言われたら難しいかもしれないんですけど、私にしかできないもの、ただ上手いだけじゃダメだよっていう風によくダンスの先生とかにも、はい、教えていただくので、あの下手ではない、でも上手くないけど魅了されるなっていう感じの、はい、全力で頑張ります。公演はすごい全力でやらせていただいて、よく全力ダンス好きだよって言ってくださる方に励ましていただいてるので、全力でやりながらダンスの技術的な面も上げていきたいなと思ってます。ありがとう。はい、ということでですね、今日の3配信目、これからあれそう45分までだったかな、あれ私今この時間って45分まででしたっけすいません、そうだった気がするんだけどな、あ45分ですか、あらあらあらら、そうでもなんか今日すごいね、ちかなちゃんに組んでもらったんだけど細かい時間だった気がする、そうちょっと次の配信の時までに時間をね貼って書いてペタッと貼っていきたいと思います。そう今日ねここに来てこのこれを貼って朝配信をやってたんですけど、学校にその後行ったから、ここから一回帰ったんですけど、帰った時にずっとこれ貼りっぱなしだったみたいでね、ここに来て春花と春カムラと再会できて嬉しいです。あもうすぐ星会場、あ本当、拍手が入ってるとごめんなさい、こんなとこまでちかなちゃんに見られてるとはだってちかなちゃんさっきいなくなったじゃん、ちょっとタイミングがねはい、すみませんでした、すみません、ちかなちゃ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 んでもちかなちゃんは大好きだよって言うとすごい照れてて可愛いんです。そうちかなちゃんは本当は誰よりもはるかのことが大好きだしはるか村に入れてもう幸せって思いながら毎日過ごしてるみたいなんですけど、でも入れたことちょっと待って、ちょっと一回喋らせて、はい、そうちかなちゃんはテレ屋さんでツンデレちゃんだから、はるか村そうみんなんだよねって言ったらえっていう顔しかできないけど、本当は心の中ではそうだよはるるん、私ははるか村そうみプラチナそうみを目指したいんだけど、でも
でもどうしても言えない、恥ずかしいなみたいな、もう可愛いんだからに住所移さないで嬉しいくせに、ほらみんなチカナかわいいってね、ハートありがとうございます。ハイパーゴールドゾンビ、ちかなちゃん分かるんですよ、ちかなちゃんがね毎朝一生懸命春花に水やりしてくれてるの、すごく一生懸命してくれてる、ありがとう。最近ちかなちゃんに似てるって言われるし、ありがとうございます。だるまさんもありがとうございます。皆さんぜひ星投げカウントよろしくお願いします。イエーイイエーイ、イエーイ、私最近姫かしてきたねしか言われないぞ。え、リカさんみたいになってるってこと？使わせてくださいわ。かーしてかーしてちかなちゃんは姫かしてるって言われるんだ、ちょっと羨ましいかもしれない。そう、はるかもりかさんみたいになりたいな。保育園にいるのサラちゃんです。ヘアアイロンを使いたかったみたいで、はるかの隣にすぐそこに置いてあったから、ちかなちゃんじゃないサラちゃんが来て使おうとしたから、サラちゃん貸してわ貸してわって言ったら、貸してサラちゃんも推し半禁止は絶対命令。リカちゃん、リカ姫こと、ハルルン、ハル姫こと小川はるかです。はいはい、ほくろがちょうどポイント155あるよこの前虫、え、なんかサラさ独特なアイロンの、あ、鏡がないからってこと？うん、すごいなんか下向いてやってた。ハルピョンはハルカムラ、今は皆さんから見えてないけど、ダンボールの上でショールームがチリチリしてるねえ、いやいいけど別に、何そんなそうです、私は今段ボールの上で配信してます
いや私が段ボールの上なんじゃなくて、あの私のあの携帯さんが段ボールの上にいらっしゃいます。どう？いいんじゃないですか。ありがとう。今一瞬にして大好きになった。大好き、一瞬にして大好きだって。今まではどうなんだろう。バイバイ。そう、あのこの何、お水かな。中身も入っててずっしりしてます。ダンボールさんね、軽く動くんじゃなくて中身も入ってるからいい高さになりますね。これでうん、明日行けないから後でサンタさんアップして。もちろんです。そう、明日はねサンタさんになるの。みんなサンタさんになると思うよ。サンタさん、サンタさん、サンタさん。でもちょっとずつなんかサンタさんもいろいろ違う衣装、違うサンタさんなのかな、なんかそのなんですか、税金の。村長さん、はい、税金ちょっともうちょっと下げていただけますか。いやでもだってあの道路ってさ作るの大変なんだよね、うん、やっぱり必要ですか。必要だからちょっとあのそこはね、頑張ってほしい。増税反対。そう、そうなんです。じゃあそこらへんどうかお願いしてほしい。これ以上増税がないように。あ、そうですね。検討させていただきます。はい。大事なんです。どうしてもやっぱり、いやだってまずあの新しい入村者の方がいらっしゃったらお家と土地代が無料なんですね。お家と土地プレゼントになるんですっていうのもあるし、あの春花のねそのお水たちとか春花をあげるための天ぷらとかね、それだけじゃないです。あのこの前ブランコも作ったし滑り台もあるし道路もはい作ったので、あと早川さんの支配人部屋もあるんですけど、そう大変なんです。だからね、あのでも全然あのはい、あの公共物、次建ててほしい公共物があったらぜひ言ってください。あの村民の皆さんのご要望にお答えできるように村長頑張ってまいりますので。電車、確かに春香村ね、7つの海があるくらい広いので、そうですね、春香タワー、レストラン、明日入村手続きします。やった。あ、港もいる。ちょっとなんか必要なものたくさんですね。ということで皆さんもこれからも春香村の税金はちょっとよろしくお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。あ、ちかなちゃんに、確かにちかなちゃんがレストランを経営して、でもちかなちゃんどうだろう、経営とかできるかな。コックさんの仕事、お仕事だけで、ちょっと経営はね、ちょっと違う方にやってもらわないとね、そう、すぐ潰れちゃう。そう、ちかなちゃん、ちょっと経営の方はね、うん、ちょっと難しいかな。計算とかね、どう、ちょっと多分。まだいたのか、ちかなちゃん。経営できるよ。いや、できないでしょ。できないって、きっと。
違う、今ちょっとね、今のね時期はショールームの予定立てていただいてるので、チカナ様を持ち上げないといけなかった、忘れてた。もちろんでございます。チカナ様は経営だって、だってチカナ様ですからね。もちろんでございます。はい、もうすべてチカナ様にお任せできるくらい、本当にチカナ様っていうのはもう素晴らしい人材でありまして、あ、嘘くさいあ、嘘くさい、みんなで持ち上げようみんなで持ち上げよう、イエーイ、チカナちゃんをみんなで持ち上げよう近野様ごきげんよう、近野ちゃん最高村に近野様の銅像を作ろう近野ちゃん素敵持ち上げて持ち上げて持ち上げて、どんどん持ち上げて銅像いいね、ちかなちゃんの銅像44分大変だ、あと1分だった、チカナちゃんを持ち上げてて、ちなみにルーム入った時から全部聞いて、全部聞いてるのえ、だってバイバイとか言ってたじゃんね、バイバイって大変だ、すべて聞かれてたということで、あと1分になりました。はい、夕方配信1枠目、夕方配信1枠目っていうか、今日の配信3枠目かな、あ、なうってありがとうございます、あ、もうあと20秒くらいなんだ、ありがとう、皆さんありがとうございました、あ、なう連投ありがとう、46秒、またねー、バイバーイ。